茨城県道19号取出筑波線は、茨城県取出市から、筑波市に至る県道である。取出、市毛湯から、筑波未来市を経由し、筑波研究学園都市を縦断して、筑波市北条に至る、県道路線。筑波研究学園都市地区内では、国道408号と一部重複する。また、常磐自動車道や田部 IC から、筑波市西大橋地先。 大阪交差点までの区間の道路は通称サイエンス大通りと呼ばれ高速道路網から筑波市中心市街地へアクセスする重要な幹線道路となっているほか筑波市内の筑波エクスプレス沿線を通るバイパスとして新都市中央通りが整備中である1965年前身に当たる県道筑波や田辺線を廃止し筑波や田辺線の全線酒詰三津街道線の一部 谷、伊田東都井停車場線の一部、高岡富士線の一部、八田部森谷線の一部を統合した新たな主要地報道として、北相馬郡富士城町静めの一般国道6号分岐を起点とし、筑波郡筑波町北条の一般国道125号交点まで至る区間を茨城県が県道路線認定した。百九十五年に路線名称と整理番号変更により、 県道取出筑波線、整理番号19となり、現在に至る。なお、旧県道取出筑波線に指定されていた、筑波未来市高岡から、筑波市、春日までと、筑波市玉取から、筑波市、若森までの、両区間は、現、取出筑波線には指定されていない。しかし、筑波市玉取には、古い案内標識が残っており、筑波研究学園都市ができる前の当時の、 幹線道路であった名残を見ることができる。研究学園駅東交差点の北側にある案内標識。全方向が県道19号となっている。道路法の規定に基づき、取出市、清水筑波未来市ヶ谷井田間と筑波未来市、板橋筑波市かすが間及び筑波市研究学園道間は緊急輸送道路として機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。つくば市西大橋つくば地区周辺は、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス開業以降、つくば市役所や大型ショッピングセンターであるイアスつくば等のロードサイド店舗が立地するなど、開発が続いている。つくば市研究学園地区の沿線には、つくば市役所や、 つくばエクスプレス研究学園駅がある。つくば市の北条歩道橋交差点で国道125号と交差する。後方にはつくば山を望む。終点。ありがとうございます。